M54 は伊手座にある、球状星団。なんと六星を構成する伊手ザゼータ星から0.5度南、1.5度西に位置する。双眼鏡では、構成上にしか見えない。合計20センチメートル程度の望遠鏡でも、周辺部の星が見えてくるという人もいる。だが、合計40センチメートルでも星を分離するのは、困難で、ザラザラとした印象に見え、 ほとんど星は分離できない。明るい部分は東西に伸びた楕円に見える。かつては M54 までの距離は5万から6万5千光年程度と考えられていたが、21世紀現在では約8万7千4百光年とされている。1994年、M54 は天の川銀河に属しているのではなく、天の川銀河の共銀河で歩いて、 ザワイショーダエン銀河に属する星団であることが確認された。1778年7月24日にシャルル・メシエが発見した。メシエは非常に明るい星団。中心が明るく星はない。後傾3.5フィートの色消し望遠鏡でよく見えると記した。メシエは星に分離して見ることはできなかったが、ウィリアム・ハーシエルも周辺部の星を少し分離しただけで、 球状星団であるとは認識できなかった。ジョン・ハーシェルは、球状星団。非常に明るく丸く中心部が、周りから急に明るくなっている。星によく分かれ、主に15等級の星からできている。外周2.5のところに14等星があると記している。ありがとうございます。